雨が滝のように落ちてきた。大きな音を立てて崩れた。その時あ、マイケル、見てこれ。美味しそう。これ有名なやつよ、ほら。あ、そうだね。カリンマンズよ。Oh my god. This. あれ、これさ、カーゴイも入ってる。え、何が入ってる？カーゴイも、芋が入ってる。カーゴイも、美味しそうね。あ、ちゃっかり、ちゃっかりカーゴイ。食べる？マイケル。食べたいね。じゃあ買おうか。美味しい。これ買いましょう。いやでもさ、いろいろあるよ。はい。ねえ、食べたいのばっかり。プリン。もう絶対美味しいよ。食べる。すごい。始まってそうそう飲んじゃうとめちゃくちゃなっちゃう。ちょっとが。水気があるよ。飲めば飲むほど強いよ。私。でもね、いっぱいいるからね。そう、お客さんいっぱいいるから、ね、ここだったらお客さんいないけど、でも。まんじゅうみたいなね。ちょっと絶対美味しい。いただきます。見て見て見て、あ、ほらすごい美味しそうだよ。芋も入ってる、うん、芋入ってるよ。いただきます。うんうん、美味しい。うんうん、うまいよ。パオー、ハオズーデリシャス。うん、おいしい。うまいよ。おいしい。でも、焼きのオリジナルの、あの、ハオズーよ。うん。ズー、ZOO。ZOO、うん、ハオズーじゃない。ハオズー。ハオズー。だから、うん、パッケージ。ハオモンってあったでしょ。うん。ハオズー。エルファンツ。ペーパン、動物、うん、だからハウズじゃない、ハウズ。美味しいね。うん、OK、 次のお店行ってみよう。あ、じゃあ次のお店ね。
いや、ようやく脱いだよ。マイケル、ここがこれの川越よ。やってきたよ。すごいね。マイケル、初めてでしょ。初めてだよ。電柱がないね。いつもマイケル、日本来るは六本木、銀座。Yes? うん。でも、ディズニーランド。ジャッキー、日本大好きは、こういうふうなね、あの、普段行かないところ行く。ずっと行きたよ。じゃあ今日は、うん、ジャッキー、これと川越案内するね。いいね。あのロケしててね、ちょっと気になったんだけど、うん、いろんな通行人が、ジャッキーチェンだ、ジャッキーチェンだって言ってるね。でも、マイケル・ジャクソンだって言ってる人一人もいないね。Why? なぜなの？一人もいないよ、マイケル・ジャクソンって言ってる人。ジャッキーチェンばっかり。あ、そう？うん。ジャッキーはマイケルだと思ってるよ。思ってる。お、マイケル、どうも。一人しかいないよ、今のところ。でも、そのうち、きっと気づくよ、マイケルに。本当？うん。うん、ムーンウォークしたら絶対元気、ね、マイケルよ、マイケルよ。そうだね、そうだね。なんか今日は動き鈍いね。みんなちょっとテレビで見るより大きく見えるのかな。ね。そうね。じゃあ行ってみよう。じゃあ行ってみましょう。こっち。うん。じゃあここ渡った方がいいよ、マイケル。ちょっと待って、どういうこと？え、柔らかいよ。これどういうこと？これ食べれるの？違う、しゃ、え？何？ほら、英語で書いてあるよ、タッチミー。あの、触ってみてだって。湿気？これが？はい。水溶ける？そうですね。まあ、これも？これは顔用みたいよ、ほら。ベーサー、ね。ぷよぷよぷよだよ。なんかおまじみたいね。できるのでよければやってみてください。始めましょう。これ見て、これ見て、これ見て。すごいよ。いや、ちょっと手洗ってみたいね。これ中国語でもあるけど、これこんにゃくっていうのかな。こんにゃくだよ。ね、こんにゃくシャボアメリカのこんにゃくは。うん。手洗ってみたいね。でもみんなこれ洗ってるよ。マイケル、マイケルだけ、マイケルだけ、マイケルジャクソン。うん。オッケー。パワーストーン外すよ。おお。いいね。こすっていただきますか。ヌルヌルするよ。どんどん泡立ってきます。あ、本当だよ。洗い心地どうですか。気持ちいい。マイケルも気持ちいい。も同じもあなたも気持ちいい。マイケルも気持ちいい。嬉しいね。あ、すごい。これ仕上がりも違うですか。そうですね。仕上がりもすごくスベスベに仕上げてくれます。本当だ。皆さん一緒に。すごい食べられる。一緒に。え、どちらからもらえたんですか。埼玉。お、いろいろ。インターナショナルね。すごいね。それも。なるほど。これから川越の番組出てくる。あ、私たちもこれから川越だけど、なんかいきなりテレビがおすすめある。お芋ソフト。何がおすすめ？お芋ソフト。お芋ソフト。ジャッキー聞いたよ。ジャッキー聞いたよ。だからどうしたら、お芋ソフトを茹でたじゃん。それ行きましょうよ。一緒に。ちょっと待って。私手洗ってないよ。洗わないとね。あ、大きい手だよ。これはどれが一番おすすめですか？おすすめ。すごいね。はい。普通にいいよ。どうも。ありがとうね。ありがとうね。これを。ずらしながら、こすっていただけますか？泡立ちますか？はいはいはい。あ、泡立ったよ。お、泡立つね、泡立つ、泡立つ。あ、で、これ一回やって、こうやって、泡立てていただいて、はい。
で、これえそのまま戻す でも着てない大丈夫大丈夫ですよ大丈夫このまま戻して大丈夫で、これをあれはいあすごいねジャパンオートだよ、水出るわあ綺麗なだよ、ジャキの手綺麗なだよこれはちょっといいですねこれはどういうふうな効果があるのかな今日はあの爪を整える形がありますね川越餅をしたら、はい、そうですね、川越 の, あのさつまいもを使ったものですね爪を整える、これは無添加あ、そうです、無添加無添加石油製品入れるんじゃないねあ、大丈夫じゃないねさつまいも、あ、せあこれえ洗顔石鹸って書いてあるけど、洗顔あ、そうです、洗顔石鹸になります。あ、今ハンドでやられたけど。あ、そうですね。私では手で試していただいてないで。もともとは洗顔石鹸なんですね。そうですね。あ、じゃあ、ジャーキーこれ一つ、一つ、はい、いただこうかな。あ、こちらにある。おかえりだよ。こちら。え。包装が違うだけ、でもなんかお土産感こっちの方がよくあるよ。そうだ、ジャッキー、台湾語の説明あるよ。あ、香港の説明ね、韓国語で書いてあるじゃん。うん。あ、すごいね。すごいね。あ、英語の説明もあるよ。不思議とあまりわからない。ね、この緑のいい匂いする。ジャッキー。さつまいもという意味よ。あ、ほんと？うん。これ。はい、これ、あ、向こうだよ。向こうでお買い上げできるのか。はい。ちゃんと用意したよ。すごい、応援をすごい。レシートもちゃんともらえるんだけど。あ、はい、ちゃんと袋に入れてもらったよ。どうも、どうもありがとう。先生。先生、どうもありがとうございます。これなるよ、間違いないよ。これでビールいかがですか。あ、ビールだよ。川越の地ビールです。ジャッキ飲んでいいよ。ジャッキ飲んでいい。飲まない。すいません。すいません。飲む。ジャッキ飲むなかですよ。はい。じゃあ飲もうか。うん。どっちを飲む。ありがとうございます。うん。さやこれはさやかな香り、鮮やかな苦味。で、 でこっちはポップの香り、クリアな苦味。軽めとしっかりめのお味だ。あ、そうなの。ちなみに、ウォーキング、ドリンク、それともテーブルの味よ。ウォーキングの方がいいんじゃないか。ウォーキングの方がいい。せっかくだから。せっかくだから。じゃあ、じゃあマイケルどっち？あの、どっちでもいいよ。でも軽い方にしようかな。ちょっと待って、もうちょっとここに書いてあるよ。白ぶどうのような爽やかさ。よく飲めるね、ジャッキー。日本語だよ。日本語でも漢字っぱ入ってるから大丈夫。すごいね。はい、こっち樽生限定、こっちにギナバワン、でもこっち白ぶどうのような爽やかさ、うん。ジャッキーどっち飲む？どっちもいい。マイケルどっちもいい。じゃあ、別々のを飲む。そうだね。じゃあ、一つずつ。一つずつ。ありがとうございます。ジャッキーどっちもいい。爽やかな、クリアな苦味。こっちにしてみようかな。あ、じゃあマイケルこっちにする。はい。コーヒーだ。なんかちょっとキャラでございます。Thank you。ああ。しっかりめだもん。あ。
あ、はい、はい、じゃあお金、はい、1000円ちょうどいただきます。ありがとうございます。いや卵焼きでまず最初にビールだよ。いやすごいね。じゃあ、OK、乾杯しよう。乾杯。乾杯。あ、どうも。うん、熱いから美味しい。じゃあ全部美味しいよ、これ美味しい。あのね、うん、ありがとうございます。こっちの方がね、シュトラス白ぶどう、白ぶどうの味する。美味しい。あ、本当にするね。するの。フルーティー。フルーティー美味しい。じゃあちょっと交代して。あ、全然違うよね。シトラス。シトラス。いらっしゃいませ。白ぶどうのよ。美味しいよ。美味しい。美味しいよ。美味しいよ。昼間に飲むビール最高。最高よ。うん。ゴールドビール。マイケルもジャッキーもおすすめするよ。ウニオクソソ。ジャクソンの口に合う。あ、うまい。ウニオクソソ。うまい。お願いいたします。上ごろ一番。レジャーなのか。ビールに合うよ。800ぐらい。4,000円。でも早飲みじゃないよ。食べるんであればビールのおつまみにいいかもよ。もうちょっと空いてる店がいいよ。もうちょっと空いてる店がいい。いや、もうちょっと空いてる店行く。行ってみようね。でも空いてる店行こうと、あまり良くないよ。食べたことないの？ないの？これに合うかな？けど。じゃあ、じゃあ、うん、ヤギ食べるよ、行こう。食べる。じゃあマイケルも食べるよ。じゃあ行こうずつ、行こうずつ。はい。はい。そうだ、2個です。今びっくりだよ、ね、大体半分ごとにはハメになるところだったね。はい、どうぞ。うまい。はい、大丈夫。ジャッキー修行でね、熱いの平気で絶対音入れないでくださいって書いてるよ。ね、蒸気が出てます、ね、ありがとうございます。ストーリーズの修行の時にあったね。お、燃えてる鍋こうやって担ぎ上げてから大丈夫よ。あったよ、うん、ここに龍の刻印、あ、消えちゃったけどね。消えるの。ちょうどもう日が経っちゃった、消えちゃったよ。そんな感じなんだ。じゃあ食べよう。はい、ここで行く。いやー、はい、暑いね、まだまだ。ああ、あれ、マイケル、誰か似てるよ。あ、ちょっと待って、ちょっと声かけてみよう。あ、すいません。あ、excuse me、 Japanese famousアーティスト、お、シングル、コブクロ、お、クロだ、クロだ、クロだ、お、あ、マイクジャクソン、マイクジャクソン、ジャッキー、ジャッキー、お、どうも、コブクロのクロだよ、コブクロのクロダさん、クロダさん、お、二人で歩いているつもりだったけど、三、うん、人になったね、すごいよ、あ、たまたま、うん、クロダさんの分買っといたよ。黒田さん、今日何してるの？それよりも何もコメントないままもう食べ終わっちゃうよ。おいしいよ。
これね、これ美味しいよ。いいかい、いいかい、ほら美味しそうだよ、美味しそうだよ、美味しいよ、これめちゃくちゃ美味しいよ。うん、美味しいよ、これアメリカでも絶対流行るよ、中国でも流行るよ、これ、うん、美味しい、うまいよ。黒田さん、どう？うまい、うまい、うん、美味しいじゃないかい、ジャケは新しい、美味しい時の表現あるよ。見せてほしいよ。見せてほしい、うん、やるよ、うん、パオーハオツー出たよ。ハオツーじゃないよ、ハオズーだよ。これからね、いろいろね行ってみたいと思いますけど、今度3人でね。いいよ、黒田さん。オッケーもらったよ。あの黒田さん、無事ね。無事だから入ってるから食べれない。食べたよ。おう。じゃあ、こっから3人で回るよ。今度は、ジャッキー、毎回黒田を3人で回る。OK。三カ国のスターが揃ったよ。ジャパニーズスター、アメリカンスター、Yes、香港スター、行くよ。行くよ。Let's go。Let's go。もしかして先ほどの彼女たちもね。あ、え？ほら。本当？本当に行こう。ほら、まずまいものジェラート。ジェラート？うん。アイスって言ってたのはジェラートのこと？だって出ないのかな。他にあるのかな。気になるね。ちょっと食べる？ずっと食べてるけど。もうちょっと行ってみよう。もうちょっと行ってみよう。オッケー、オッケー。ほとんど食べてるよ、おばちゃん。そうだ。ずっと食べてる。もう過ぎたよ、さっき焼き鳥は。もう何焼き鳥だよ。ここじゃないから、猫ママのお店。この間テレビでやってたから。すごいよ。ここから入れたのに。まだ並んでないよ。ここからある。ここを並べるんじゃない？並ぶんだ。並ぶ？でもいろいろ食べてるよ。でもまあしょっぱいからちょうどいいよ。おむすび食べると今度美味しいあれが食べれないかもな。オッケー、行こう。めごまんま。あ、でも他の人食べてる美味しいですか？あ、まだ食べてない。あ、まだ食べてなかった。じゃあ早とちりいたよ。食べて。うん、美味しそう。美味しい。あ、美味しいそうですよ。最高ですね。あ、パパもよかった。お姉さん、ジャッキーチェンです。はい。あ、どうも、どうも、順調じゃねえ、どうも、どうも。どんなところになる？マイケルだよ。マイケル・ジャクソンだよ。マイケルだよ。ありがとう。あれ、映るは大丈夫ですか？映像。大丈夫です。大丈夫です、そうです。ありがとうございます。いや、どうも、すみません。ありがとうございます。はい、だよ。今ね、今マイケルでしょ、ジャッキーでしょ、もう一人増えたよ、小袋の黒だが。いるよ。今日は黒田も増えたよ。これから3人で回るよ。そうだよ。有名人がいっぱいいるよ。そうだよ。似てるでしょ。確かにって感じ。誰が一番似てる？マイケル・ジャクソンは？ちょっと似すぎてるよ。テレビ出てる。出てるかなんか分かれてる。出てるよ。フジテレビのこの紅白モノマネ高さで11回出てる。
反対の番組も出てるよ。じゃあよく見る。でも出てるよ。昨日のが出てない。その前に出てたんで。マイケルも出てるよ。ついこの間出てたよね。キュー様出てる。キュー様。この見た目ではないの？見た目は違う。え、違うの？マイケルじゃない。うん。カンちゃんもここにチェリーのマークのある T シャツ着てた。そうだね。アリタチルドレスだから。見てほしい。今度出るのは、うちの代がすいませんけど、アリタジェネレーション。見た目が違いすぎて。違うの？ここ、ここ、カンタ。あ、マイケル。マイケル誰？え？時の鐘。ここ時の鐘だよ。何かどれか。これ時の鐘。時の鐘だよ。夢だよ。何時になる？わからないよ。わからないの？そこまで知っててわからない。あ、やっぱりわからない。日本人わからないのに中国人わかるわけないよ。あの向こうに駄菓子屋さん。あ、じゃあ見てみる？ちょっと待って。信号あるから。日本では赤の時は渡れないよ。分かってるよ。中国も同じだもん。アメリカも同じだよ。同じだよ。同じだよ。そう。あ、渡れるよ。渡れるよ。ほら、行こう。渡れるよ。行きましょう。ねえ、あれ鳴らせるのがいいのかね。いや、あれは鳴らせないよ、多分。並べないのかね。地元は知らないんだよな。入れるよ。入るはダメだよ。乗りたいじゃんね。あれ登れないよ。うん。それはそうだ。でもジャッキーだったら登れると思う。あ、登れる。ジャンプで、うん、あそこからこう手を取ってあそこへ行っていけば。でも、あ、もう、あ、上も閉まってるよ。あ、じゃあ入れない。惜しかったよ。ねえ、うん、お今日は黒田さん何も喋らないよ。うん、ただ見てるだけで終わってるよ。間違いなく黒田だよ。ねえ、見てるは黒田。間違いないよ。ゴミの金すごいよ。そろそろどこか、おいしいもん食べる。ああいいね、最高だ。落ち着こうか。落ち着きたい。どこがいい？どこがいいかね。おいしいわ。これはネゴだよ。なんだね。マイケルじゃ何か言う、ね。じゃあマイケルやってみるよ。うん。じゃあマイケル、
のショートコント宇宙飛行士。お、宇宙から見る地球最高だよ。何？管制センター？地球見て感想言えばいいのね。うん、地球は群青色だった。いや、グラサン取れ、グラサン。笑ってるよ。ドハマりしてるよ。転げるほど笑ってるよ。笑ってるよ。ハマったよ。わかったよ。日本でもジャッキーやり方わかった。わかった。わかった。うん。じゃあジャッキーもやってみる。やってみるよ。伏せ。伏せたよ。あれ伏せてないよ。ジャッキーそれ合ってるの？それは。使用方法合ってるの？使用方法合ってる？伏せたら合ってるよ。こいつ伏せしないよ。しないよ。つけ悪いよ。うん。いてみるよ。それは何がやってるよ。模様が出る。見れると模様が出る。じゃあこれだと、これあの日本の歌にサライあるじゃん。あるよ。サライに桜吹雪、ちょうどこれ合うかもしれないよ。いや、これ猫だよ、猫。あ、これ桜ね。そう、桜。あ、なるほど。ほら、だから桜。これはね、浅草とかでも売ってるよ。あ、そう、うん、あとあの自分が見れないよ。あ、中から見れないよ、ね、自分が見れないからあんまりね、意味がないの。意味がないのね。そうだ、残念。入れるかな？見てみるよ。見てみよう。わかりますよ。40食限定って書いてあるよ。あ、座れるかな。どうだろう。大丈夫みたいよ。みんな座れる。じゃあ入りますよ。あのちょっと熱いと伝えたらね、こういうサービスがあるんですね。面白いお店ですね。仰ぎなさいというサービスでございますね。ジャッキーだとこれカンフーで使うの？ああの鉄のやつだよ、ジャッキーのは。うん、鉄じゃないのもあるよ。木である。鉄じゃないのもあるよ。うん、木であるよ。あ、うん、これでこうやってね、こうやるよ。おお、ポカホンタス。うん。でも今ジャッキー思ったよ、これあったらこれもできるよ。ジャン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 できるよ。だよ。ジャパニーズ。さっきいろいろ日本のエンターテインメント好きよ。ああ、いいね。うん、だから。コウメダイルね。お、マイケルしてる？コウメダイル。お、マイケルはね、ご飯おごってもらったことあるよ。コウメ太夫にご飯ごちそうになったことある？そうだ。あのコウメ太夫さん、あの家賃生活で38万円の家賃で生活をしてる、確か聞いたことあるよ。そうだよ、うん、少しずつこの頃またちょこっと出てるっていうかね。熱海の別荘にも行かせてもらったことある。熱海も別荘持ってる？そう、あるよ。温泉に入れる。すごいね。すごいよ。今度マイケルは、ほら、世界にいっぱい別荘あるよね。もちろんあるよ。今日は紹介できないけれども。今日は紹介できないね。で、ちなみに、すいません、開けてまいります、どうぞ。すいません、
一人まだ説明を聞いてなくて、はい、ちょっともう一回説明してもらってもよろしいですか、はいはい、いいですよ。あの直火で炊く釜飯なんですね。で、一個一個ここ炊いております。あのお出汁で、あの昆布と、だからわかります、はい、で脚本でお出汁で脚本でありますので、はい、普通の釜飯よりもあの美味しく揚がっております。あとはもう、あの大体炊き上がったので15分間ぐらいいただくということですね。じゃあそちらを人数分だけお願いして、はい、じゃあ少々お待ちくださいね、はい、お願いします。いや楽しみだね。楽しみだ、美味しそうだね。え、うん、私サムギが落ちた。下からよく混ぜて召し上がってください。はい、いや、マイケル、来たよ。来ましたよ。ねえ、美味しそう。気になる。開けましょう。開ける開けましょう。あ、クーナさんも開けていただいて。ありがとうございます。すげえ。おー、すごいよ。すごいよ。美味しいよ。ほら、これうまいよ。うまいよ。混ぜてください。あ、クーナさんも。香りいいね。お口に合いましたか？よかったです。ねえ。いや。これよくかき混ぜるね、混ぜてください。あ、うまそう、うまそう、うわ、すごい、すごいよ、オッケー、よくかき混ぜるね。あ、すごい、うまそうだよ。これはここついでいいんでしょ。そうですよね。うん、美味しそうだよ。マイケルの嫌いなものはキュウリだけかい？そうだよ。キュウリ以外は OK？ 食べれるよ。ジャッキーエビ嫌いよ。え、こんな美味しいのに。そう、エビダメよ。高価な食材なの、うん、ジャッキー昔ね、あの貧乏だったよ。お父さんお母さん貧乏で、うん、でかい席行っちゃったよ。その時ジャッキー、あの中国の京劇の学校に入って、うん、ご飯食べるは先輩たちと一緒だったよ。だから早く食べないはなくなるよ。なるほど、うん、だからマイケルも早く食べないとなくなるよ。おー、まい、いただきます。おいしい。あ、おいしい。まそうよ。じゃあいただこう。おいしい。うまっ。うん、うまっ。うまっ。おー、ハオズー。ハオズーだよ。ツーじゃなくてズーだからね。ちゃんと通訳してくれるよ。今日のマイケル優しいよ。うん、あ、面白い。黒田さんは味の方はどうですか？美味しい。うん。あ、うまい。美味しいね。リアクションがなかったよ。てっきり、美味しいって言うからと思うんだけど、言わなかったね。もっと言おうか。もう一回求めていいよ。黒田さん、どう？どう？美味しい。いいもの見れたね。見れたよ、ね、うまいね。うん、見れたよ。美味しかったよ。感謝。美味しかったよ。香港ドルで払ってるよ。このお店は香港ドルが通じるよ。見て、これほら、黒い郵便局のボート。本当は黒いよ。時代を感じるよ。かっこいいね。赤くないよ。か
タコいいよ。そうだね、大丈夫だい。マイケルとポスト、マイケルとポストだよ。ダブルスと色が似てるよ。嬉しい。あ、ここに黒田、向こうも黒田出たよ。あ、黒田、黒田だよ。そうだ、黒田、やっぱ黒田で取らないとね。ほら見て、ポストも黒だ、こっちも黒だだよ。出たよ。受けてるよ。ジャッキー、ジャッキー取られてるよ。どうも。ジャッキー、ジャッキーチェン。はい、どうも、どうも。どうも、どうも。はい、どうも。マイケル・ジャクソンが撮ってるよ。こんなことある。はい、どうも。マイケル・ジャクソンが。あれ、ちょっと待って、間違えたよ。もう一回。ワンモア。ワンモア。ワンモア。プリーズ。3、2、1。3、2、1。OK、グッド。おー、スイング。あ、どうも、どうも。スイング。どうも。いや、もう5時入るよ。いいね。マイケル・ジャクソンなのに写真を撮らされた。マイケル・ジャクソンなのに。ここから、ここから回る。マイケル・ジャクソン。おむすびだよ、おむすび。あ、おむすび風だよ。の、ね、おむすび。あの、ポン菓子だ。本当だ、ポン菓子ね。はい。そうだ。おむすびだよ。あ、おむすびだよ。パパは羊が深いの。違う。ねえ、マイケル、いいのある？おお、ピカチュウある。ドラえもんあるよ。すごいね。ちょっと知ってるのと違う。あのドラえもんちょっと伸びてるよ。ベロ出したまんま。一巻のドラえもんだ。それよりもこれピカチュウ狐になってるよ。ちょっとそうだね。すごいね。綺麗、綺麗だね。うん。いや、ほらここにも流し。ああ懐かしいね。ソースカツ。練り粉。昔こうやってこうやってこうやって飴を練ったね。ああなるほど。アメリカにはない。アメリカにはないよね。ちょっと決定だからね。入ったことあるわ。2年の時入ったことあるから。焼き芋、そう焼き芋、でも味が焼き芋味みたいよ。そうだよ。すごい焼き芋味とかしてる。ついつい思わず買いたくなるような。一個でいってほしい。6つも入ってる。そして450円。450円。一個で食べたい。一個で食べたい。でも、ジャンプが出た。これがジャンプあるよ。見たことあるでしょ。元祖ジャンボ菓子だよ。何が美味しい。
黒砂糖の方がベタに甘い感じです。でこちらの豆乳ホクトって砂糖生地の蜜だけで作るお砂糖を塗ってるんで、ホクトカフェがあって割と後味がすっきりするタイプだ。すごいね。あれ行くんだよ。一応長崎にしなければこちらに行くんです。一応こちらの箱入りはご用意があるので、お好みの方で。すごいね、めちゃくちゃいいよ。これにしようかな、これにしようかな、これにしようかな。おう、ふがしじゃなかったよ。でかいけどそれふがしじゃないよ、食べれないよ。世界一かと思ったら食べれない。焼き芋の、はい、焼き芋味もあるよ。あるね、すごいよ。ホクトさんの違いでね、ご用意しております。みんなでかじる。名古屋でね、お金焼いてる実験だけで、そうだよ、ちょっとこわい全然違うんですよ。ソフトクリーム、名前模様が、模様がソフトクリーム、ダブルだよ。ダブル食べるの面白いかもしれない。あ、いいかもしれない。ジャッキー並ぶよ。黒の方が並ばないかな。甘いものを苦手そうな顔してるかな。あ、どっちなのかな。はい、こちらですね。食べてお持ちください。でも生芋用か、芋用か、ソフトクリーム。ということは食感が違うってことだよ、きっと。誰が考えたもん、そう思う。そうだよね。一回羊羹にしてからね、ソフトクリーム作ってるんだけど。そうだな、ね、気になるよね。見てみないと分かんない。クロちゃんが会いたいんだったら、ありがとうございます。やっぱり食べるはミックスか。ミックスになっちゃうよ、ね、黄色ですね。それとミックスね、はい、600円です。ミックス、そう、きなこだと思うよ。今、匂いはきなこの匂い。匂い最高だ、きなこの匂い。そう、きなこの匂いだよ。はい、こちらです。ありがとうございます。はい、いらっしゃいませ。ミックスを。20つ、はい、並べますね。はい。はい、ありがとうございます。食べますよね。食べます。追加食べます。ソフトクリーム嫌いな人はいないよ。よかったらご一緒にいかがですか。ジャッキーからいただいたよ。楽しみだよ。楽しみだよ。OK。はい、じゃあ黒田さんにあげるよ。これが洒落てるね。これがいいね。ジャッキー優しいからスタッフにあげるよ。はい、スタッフのリアちゃん、はい、どうぞ。カメラマンにもあげるよ。あ、カメラマンさんももらえたよ。嬉しいね。嬉しい。嬉しいのかな。嬉しい。カメラマンさん喋ると入っちゃうから。
喋れないよ。そうやって楽しかった。後でエドミルはお辞儀してるさ。ありがとうございます。じゃあ移動して食べましょうか。ああ、どうも。いや、でも止めちゃうから食べないとダメなんじゃない。いただきますね。あ、じゃあ、じゃあ乾杯するね。乾杯。どうも。いや、うまい。美味しいね。うまいよ。美味しい。うまいよ。うまい。美味しいね。すごい。うん。めちゃうまだよ。ね。うまい。うまい。これはうまい。はい。これここでさっきのコメントやるとソフトクリーム飛んでっちゃうからやめるよ。いや、美味しい。うん、うまいよ。食べながらじゃああっち行きますか。行きます。行くよ。うまい。はい、うん、ここね、飴細工やってるの。あ、飴細工。ここで結構あのテレビで。ああ。いろんな、うん、もしかしてジャッキーの水拳のポーズ作ってくれるか。え？できたらすごいけど。ちょうど無理。さあ、アゴを食べたことがない方は煮干しだそうですけど、煮干しではございません。はい、高級チーズアゴ、首をでございます。長崎は平戸市五島列島の首をでございます。何ですか。それなんか、一緒だから三本すごいよね。これスプーン代わり使えるんだもん。もうスプーンがないと思う。もしかしたらスプーンじゃなくてもスナックで食べちゃったよ。うまい。ね、でも300円だと意外と安いよね。観光客だと大体400円だからね。いや、今ね、どこまで作ってくれるかわからないから、うん、行こうかなと思ったんだけど、行くのやめた。食べたい。あれ、黒田さん。黒田は食べないの。いらない。いらない。お腹いっぱい。お腹いっぱい。あ、食べれる。黒田食べるね。食べる。3人、じゃあジャッキー、マイカル、黒田食べます。じゃあ3人。3人じゃない、ごめん。私中国だからちょっと間違えた。はい、360円です。安いね。もうちょっと360円。なんかスムースらしいんですよ。きちんとなるよ。あ、ありがとうございます。はい、ちょうどいただきます。は、初めて食べるよ。初めて食べる。気になるね。はい、どうぞ。はい、熱いので気をつけてください。赤がソース、黄色がマヨネーズですね。はい、お好みでかけて、はい、マイケル。かけたらベターソース。はい、ああ、大丈夫ですか。あ、さすが。さすが夫婦。いや、今。はい、ありがとうございます。最高持ちで食べます。でも、綺麗に割れたよ。潰すよ。こうやって潰すよ。買ってやるよ。こうね、こう。はい、せんべいが
割れてもいいから潰しなさいって書いてるよ。割れた場合潰しても大変だよ。これを潰す。にゅーっと潰したよ。でも割れてるから、ジャッキーの割れてるよ。割れてるから食べれるから。おいしいよ。おいしい。うん。おいしい。グー。うん。うん。面白い。うまいよ。うまいよ。うまいよ。カメラ回ってないから何もできなかったけど。うまいよ。うまいよ。うまいよ。やる？もしかして出る？やる？あれ出る？やる？出るよ。やっちゃうよ。出るよ。うまいよ。パオー！ハオツー！出た。ツーだよ。ハオツーではなく。ツーじゃないよ。ツーだよ。動物だよ。動物園だよ。でも、うまいよ。おいしいですね。うん。120円だよ。安い。120円安いよ。おいしい。おいしいね。いやもう本当ザジャンクフードって感じたよ。おいしいね。うん。なんだろう。なんでこれ。こなったっけな。やこっちにもソフトクリームあるね。あ、ありますわ。ちょっと待って。さっきのソフトクリーム食べてまた食べんの？冗談だよ。ジャックそんなにお腹冷やすよ。あれ、ということは名前変わったね。マイケル・ジョーダンに変わったね。おう、そうだよ。よく知らないけど。マイケル・ジャクソンじゃなくなったよ。マイケル・ジョーダンに変わったよ。そうだよ。ジョーダンを言ったからね。日本の浴衣。ここで終わり。そういえばマイケル、小江戸川越いっぱい満喫できました。おお、すごい楽しかったよ。楽しかった。いっぱいいろんなもん食べたよね。いっぱい食べたよね、うん、何最初食べたっけ。最初なんか甘いもん食べた。芋小江だっけ。芋、あ、まんじゅう食べたよ。まんじゅう、あ、そうだ、まんじゅう食べたよ。黒糖の、黒糖のカリンとまんじゅうね。それが最初だよ。急に黒田が喋ったよ。黒糖のカリンとまんじゅう食べたよね。うん、いろいろ食べたよ。その後が芋こいだよね。そうだよ。でもいろいろね、あのこんにゃくの石鹸のところ行ったりとか。楽しかったよ。ね、ジャーキーはこんにゃくの石鹸買ったよ。お、2個買ったよ。買ったよ。あのお肌ツルツルになるよ。もうジャッキーもだいぶ年いてるからツルツルになるわ。 OK よ。ああ、いいね、最高だよ、うん、川越こんな魅力あるって知らなかったよ、ね、アメリカにいてもこのことを伝えるよ。マイケル、こんな感じの喋り方だったか自信がないよ。だんだん分かんなくなってきた。分かんなくなってきたよ。もう喋ってる間に私もなんとなくアメリカ名前の日本語になってるよ、うん、ジャッキーチェンですよ。ああ、どうも。でもと今回の、うん、あの川越は最高だった。もう楽しかったよ。ねえ、最高ね。全部ジャッキーチェーンがお金を払ってくれたよ。助かったよ。でも、うん、私とても助かったよ。うん、マイケル、お金マネーチェンジないしてないよ。だからマネーチェンジしてないよ。私はしてないよ。ジャッキーはちゃんとマネーチェンジしたから買えるよ。ちゃんとしてくれて。よかったね。あの懐石料理、釜、うん、釜飯、最高だった。最高だったね。最高だった。でその後ね、こう駄菓子横丁に来て、で駄菓子横丁に来る前にあのね、芋ようかんのアイスクリーム、うん、
あれ美味しかったね。美味しかったよ。ね。ほんで、もう駄菓子横丁過ぎてきてね、うん。もういよいよここでクライマックス。もうここでね。いや、途中であのジャパニーズシンガーとも会えると思ってなかった。じゃあ最後に、うん、あのジャパニーズシンガー黒田にコメントもらう。そうだよ。締めはじゃあジャパニーズ声を聞きたい。黒田にお願いするシンガーに。うん。うんうんまあそうですね、うん、どう楽しかったですこう言ってるよ信じてほしいよ私は信じてほしい日本人が楽しんでる逆に私たち外国人もっと楽しいよ、うん、そうよ、うん、これからもね、うん、もしよかったらこういうね旅をね続けていきたいよね、うん、続けていきたいそして皆さんも、小江戸川越においでませそう。じゃあね、ここを最後に締めくくりといてね。はい。再见。